ロバート・エル・ギブズは、アメリカ合衆国コミュニケーション専門家で、マクドナルドの副社長兼、国際最高商業責任者。2009年から2011年まで、ホワイトハウス報道官を務めた。アメリカ合衆国上院議員、バラク・オバマ及び、オバマの2008年の大統領選挙運動の通信連絡課長を務めた。2004年からオバマと行動を伴いにしているギブズは、 ジョン・ケリーの2004年の大統領選挙運動の報道官のほか、上院議員選挙運動の専門家として、民主党上院選挙委員会及び2004年のオバマ、1998年のフリッツ・ホリングスを含む4人の上院議員選挙運動のコミュニケーションズディレクターを務めた。ギブズは、また会員議員、ボブイー・ザー・リッジの報道官でもあった。 2008年11月22日、ギブズがオバマ政権のホワイトハウス報道官になると伝えられた。ギブズは2009年1月20日に報道官となり、1月22日に最初の公式記者会見を開いた。オーバーアン大学のサムフォードホール・ギブズは1971年3月29日、アラバマ州オーバーンに生まれた。彼の両親であるロバートとナンシーは、 オーバーアン大学図書館に勤務し、幼い頃から息子を政治の世界に置いていた。ナンシー・ギブズは、ロビーと呼ばれていたロバートをベビーシッターを雇うことなく地元の婦人有権者連盟の会合に連れて行き、また軍庁舎での有権者再確認作業に参加させた。ギブズは、オーバーアン私立学校とオーバーアン高校に入学した。オーバーアン高校では、 学校のバンドでサクソフォーンを演じ、タイガースサッカーチームではゴールキーパーを務め、また、高校のディベート部にも参加した。1989年、ギブズは、同じクラスの小説家エース・アトキンス、数学者、レゴアーティストのエリック・ハーシュバーガーと共に、オーバーン高校を卒業した。高校卒業後、ギブズはノースカロライナ州立大学に入学し、政治学を専攻した。 1990年から1992年まで、ギブズはノースカロライナ州立大学ウォルフパックサッカーチームでゴールキーパーを務めた。ギブズはノースカロライナ州立大学を優等で卒業し、政治学の学位を取得した。ノースカロライナ州立大学学生時代の1991年、ギブズはカイン・ギングレン・ブラウダーの研修生となった。ギブズは ブラウダーのスタッフの中でメキメキと頭角を表し、あっという間にワシントン DC における議員秘書の地位まで上り詰めた。しかしブラウダーの上院議員落選の結果、1996年にアラバマに戻った。その後、1997年にはノースカロライナ州選出の下院議員、ボブイーサー・リッチの報道官を、1998年には上院議員、 フリッツ・ホリングスの選挙運動でスポークスマンを務めた。さらにその他二人の上院議員の選挙運動でも働き民主党上院選挙委員会のコミュニケーションズディレクターを務めた。そしてジョン・ケリーの2004年大統領選挙運動の報道官の地位を得た。2004年の大統領選挙の当初、ギブズは民主党の候補ジョン・ケリーの報道官だったが、 2003年11月11日、ケリーによる事務上談の突然の悲鳴に抗議し、報道官を辞任した。ギブズの後任には、エドワード・ケネディの元スポークスーマンだった、ステファニー・カッターが当てられた。ケリーの選挙運動から去った後、ギブズは、ハワード・ディーンの2004年大統領選挙運動を止めさせるために結成された527政策グループのスポークスマンになった。 オバマの大統領選挙戦最中の2007年2月、民主党支持のブロガーの中には、この点についてギブズを批判した者もいた。2004年4月中旬、ギブズはバラク・オバマの2004年上院議員選挙運動にコミュニケーションズディレクターとして参加し、オバマの任期の最初の2年間その職を務めた。ギブズは、この最初の数年間でオバマの方向性を定め、 彼を全国区へと押し上げたと信じられている。ニューヨークタイムズ紙によると、ギブズはオバマに政策、戦略、そしてメッセージ発信について助言し、どの子もによりも長くオバマと一緒に過ごした。遊説中のオバマ候補オバマによるギブズのコミュニケーション担当への使命は、民主党全国委員会での批評家による穏やかな論戦にあっていた。彼らは2004年の大統領選挙戦で、 ハワード・ディーンを指名断念に追い込んだギブズの攻撃的な選挙戦術を覚えていたのだ。しかしオバマはギブズを彼の南部対策一人グループとして見ていて戦略家のデイビッド・アクセルロット、選挙運動ディレクターのデイビッド・プラウフェ、そして調査ディレクターのデボラードラーを含む強固に団結したチームの一員としてギブズを迎え入れた。 コミュニケーション担当職における論戦相手の偽情報戦術に対抗する攻撃的かつ迅速な反応によってギブズは炎ーサーとして知られるようになったギブズは選挙戦のメッセージを作り24時間7日間の報道サイクルに対応し記者と無駄話をしそして報道内容に反対の場合は反撃するための責任者となった2007年初めギブズは オバマの選挙運動と報道機関との間に立ち、共和党全国委員会のバラクオバマに対する反対候補調査戦術への対抗策を模索した。彼にはオバマに対する印象操作をメディアに行わせない大きな責任があった。ギブズは、オバマの宗教的な幼児期教育に疑問を抱く、保守的な報道に基づいた主張に対して素早い対応を実践した。 オバマはムスリムであるという主張に対する応答の中で、ギブズは他のニュースネットワークを通してオバマはこれまでも現在もムスリムではないという情報を広めた。その際、ギブズはこれらの悪意に基づいた無責任な非難は紛れもなくアメリカ人が辟易とする政治手法だと語った。ジョージ・ W ・ブッシュがクネセトに対するコメントの中で、 外交にフォーカスを置くオバマの対外政策に対して疑問を呈すると、ギブズは、ブッシュのコメントを、驚くべき、外国における、前代未聞の攻撃であると応酬した。ギブズは、ブッシュの政策は彼自身の防衛長官である、ロバート・ゲイツによって度外視された、カウボーイ外交そのものであると表し、ゲイツの、我々は影響力を持つための方法を見つけ出す。必要がある。 その後交渉のテーブルにつく、もし議論が予定されているなら、彼らもまた何かを必要とするだろう。彼らが我々から何も必要としていないと感じる限り、我々は議論を行うことはできないし、請求者になることも全くないという言葉を引用した。ギブズは激烈な民主党予備選挙の後、オバマとヒラリー・クリントンが最初に会談している、関係者を人質に取っていたとして、 ニュースメディアの幹部から広く非難された。しかしギブズは、とにかくそれは欺いたのではなく、ただのプライベートな会談だったのですと反論した。選挙前の数週間にわたり、オバマとウェザーマン共同設立者のビルエアーズとの論戦の中で、ギブズは自身がクリその放送で、ギブズは、オバマがかつてエアーズと共に慈善団体の役員を務めていたことを理由に、 オバマをテロリストと結びつけようとするハニティの試みに対抗した。ギブズはその役員には共和党の負けン支持者もいるし、ハニティ自身はかつて反ユダヤ主義を主張していたアンディ・マーティンを使っていたと反論した。ギブズはディベートの中でもしエアーズとの関係を根拠としたオバマがテロリストであるというハニティの主張が正しければ、ハニティはマーティンとの関係を根拠として、 自身が反ユダヤ主義者であることを認めなければならないと論じた。2008年11月22日、オバマ政権移行チームは、ギブズがオバマ政権のホワイトハウス報道官となることをアナウンスした。ギブズは2009年1月20日に報道官となり、1月22日に最初の公式記者会見を開いた。ギブズの報道官就任以来、 会見室での記者団とのやりとりに、笑いが増えた。政治専門サイト、ポリティコの集計によれば、記者会見録の中の笑いの数が就任後4、ヶ月間で600回以上であることが分かった。これはペリーの全報道官の57回、マクレラン元報道官の66回、テレビコメンテーター出身のスノー元報道官の217回を大幅に上回っており、 ギブズのユーモアのセンスを評価する声が上がっている。2009年5月13日には、定例記者会見中に、記者の携帯電話の着信音が何度も鳴ったため、笑顔で手招きして記者から携帯を、没収した後隣の部屋に放り投げ、記者団の笑いを誘った。オバマ政権を実質支配する4人組の一員として、ラム・エマニュエル大統領主席補佐官、デイビッド・アクセル・ロッド大統領上級顧問。 バレリー・ジャレット大統領上級顧問と共に政権イメージ悪化の一員となっていると批判されることがある。ギブズは検事である妻メアリー・キャサリン・ギブズと5歳の息子と共にバージニア州アレクサンドリアに住んでいる。ギブズの両親は母親のナンシーがデューク大学の図書館ディレクターとなったためノースカロライナ州エイペックスに住んでいる。ギブズは大学フットボールのファンで特に オーバーン大学タイガースを応援している。ありがとうございます。